とうとう仮面ライダー全員が登場だね。今までにない感じで新鮮な見た目だったな。タカはさ、全員誰に似てると思った？俺はバルキリーのジャスティスサーバル。俺はゼロワンのライダーじゃないけど、ちょっと G4 に似てるなーって思ったね。あとさ、変身者がいるっていうのにも驚きだったね。確かに俺もさ、全員ってなんかシステム的なものでさ、変身者がいない仮面ライダーだと思ってたよ。あの後ろ姿誰なんだろう。見たことあるような、そうじゃないような。服装的には橘さんっぽかったけど、でもちょっと違うような気もするし、もし橘さんが変身するんだったらかなり意外だけどね。変身者が固定じゃないっていうタイプもありえそうだよね。過去に仮面ライダーに関わった人間か、もしくは誰でも変身できるか。で、アークみたいに変身者の意識は全員がコントロールしてるみたいな。リュウソージャーの外装具に近い感じ？イメージ的にはそんな感じかな。あと、なんといっても気になったのは、ディケイドのライダーカードを持ってるっていう点。前の予告の時から、橘さんがフォーゼのコズミックのライダーカードを研究してるみたいなシーンがあったから、それで話題にはなったけど、まさか全員が使うとはね。もしかしたら、プログライズキーはあくまで全員の力を引き出すもので、ライダーカードの力を使って、さらに歴代のライダーの力を使う、みたいな感じかな。あ、だから、王者がサバイブになって、新しい力を手に入れたり、デザストが今までにないライダーに変身したりして、ライダーカードには存在しないライダーの力を結集させて、全員に対抗しようとしてる、みたいな感じなのかな。ああ、確かにありえそう。そのアイデア面白いな。エピソード1にディエンドが出てたし、司が裏で動いてるような気もするんだよね、俺は。デザストとか滅びを簡単に蘇らせたりするっていうのはやっぱり未だにそんな好きじゃないけど、いろいろ考察できるっていう点では、アウトサイダーズはなかなか面白いね。まさかのカリちゃんまで出てきたから、リバイスの世界も繋がったわけだし、これからどれだけライダーの世界と繋げていきなんだろうな。立花さんに、バンノにカリちゃん、あとはスマートブレインとか、ダンクロともそのうち関わってくるんだろうから、その中の半分ぐらいの科学者がまともじゃないのが、まさに仮面ライダーって感じだな。もう仮面ライダーアウトサイダーズっていうか、仮面ライダーマッドサイエンティストって感じだね。